どうもカワスです。今日は前回やったプレゼント企画の抽選当選者発表をやりたいと思います。抽選方法はプレゼント動画でも説明した通り、こちら X スピードポータルプラスをもうすでにサイズをランダムで買ってしまっているので、コメントをしてもらったサイズと会った人の中からルーレットで抽選をしていきたいと思います。今回応募条件が何個かあったんですけども、まあ、残念ながらその条件を満たしていない人が何人かいたので、今回はその方は省いて抽選をやっていきたいと思います。そしてプレゼント動画でも説明した通り、今回から動画のいいね数に応じてプレゼントする人数を決めていこうと思うんですけども、今回のプレゼント動画でのいいね数は42だったので、今回は1名の方に X スピードポータルプラスをプレゼントしていきたいと思います。当選された方はこの動画のコメントに当選した〇〇ですという感じでコメントをしてもらって当選者確定という形にしたいと思います。まあそこからインスタかツイッターかの DM でやり取りできたらいいかなと思います。まあ、ただこの動画がアップされてから3日経過後も当選者が名乗り出なかった場合は他の方に譲りたいと思うので、その繰り上げ当選者も一緒に決めていきたいと思います。そして今回買ったこちら X スピードポータルプラスのサイズが 25.5cm ということで、7名の方が応募してくれたので7名でルーレット抽選をやっていきたいと思います。ではこちら X スピードポータルプラスの当選者を決めていきたいと思います。それではいきます。X スピードポータルプラスのプレゼント当選者はこの方になりました。で、先ほども言ったように当選者の方から連絡がなかった場合に備えて繰り上げ当選者も決めていきたいと思います。繰り上げ当選者はこの方です。繰り上げ当選者はこの方になりました。当選された方にはこちらの動画に3日以内にコメントをしてもらって、そこからインスタかツイッターかの DM でやり取りできたらいいかなと思います。また先ほども言いましたが、まあ、当選された方から3日経過後もこの動画に当選確認のコメントがなかった場合に備えて、まあ、繰り上げ当選者のC さんもこの動画を確認したら、まあ、コメントをしてもらえたら繰り上げ当選者という形でお譲りしたいと思います。また欲しいスパイクやサッカー用品などあればコメントで教えてくれたらありがたいかなと思います。